どうも B チャンネルです。今回ですね、こちら冷凍の鶏もも肉ですね、それがスーパーで安売りされてたんで、今回これを使って料理していこうと思うんですけど、やっぱりね冷凍ものの結構これ安物なんですよ。安物のやつってねちょっと臭みがねあったりするんですよ。なので今回はそういったのをなるべく解消するようにこちら生姜のみじん切りです。この生姜とこちらの味噌、これを使って鶏のジンジャー味噌煮込みを作ろうかなと思います。なぜ生姜をわざわざジンジャーと言い換えるかっつったら気分です。そんなわけでまず鍋にごま油注いで、そこに生姜のみじん切りを加えます。そして弱火で火にかける。こうすることによってより生姜の香りが際立つと、徐々に生姜がシュワシュワいってきて、こうなってくるとねかなりいい匂いになってくるんですよ。この匂いで鶏の臭みもある程度抑えられるんじゃないかなと。いうわけで今回煮込みの野菜枠として大根、これ薄切りにしてあります。まあ薄切りつっても 0.5 ミリ幅ぐらいの少し厚めな感じですけど、はい、こんな感じで少し透き通ってきたら、あらかじめ塩を振って下味をつけておいた鶏肉を投入します。煮込み料理する前にこうやってあらかじめ炒めておくと、まあ油がコーティングされて煮崩れしにくいっていうのと、火が通るんで煮込む時間がある程度短縮できると、だからサッとできるって感じですね。それになんか鍋振ってた方がストレス発散になりますよね。ある程度色が変わってきたところで、和風だしの素を溶いただし汁を使って煮込もうと思ったんですけど、和風だしの素なかったんで、コンソメスープの素を溶いたものを加えます。だこういう洋風的な要素があるからジンジャー煮込みっていう。そしたらここにささっとザラメを加えます。ザラメの成分がその動物のタンパク質をなんか柔らかくするっていうので、鶏肉が結構柔らかくなると。だ今回そんな長時間煮込まないんで、その短時間の間でもまあ柔らかく仕上げられればなっていう。そしてここにお味噌、お味噌は2回に分けて加えます。この最初に加える味噌は味をこの具材たちに浸透させるための選抜体ですね。で味噌が溶けたらこのまま強火でガンガン炊いて、このひたひたにかぶってる煮汁の量が半分ぐらい、かさが減るまで、そのまま放置したいと思います。こうやって炒めてからね煮込むことによってアクが出る量もね結構抑えられると。数分ほど経ってですね、煮汁の量が半分ぐらいになって大根とかも、柔らかくなって火が通りましたと。そしたらさらにガンガン強火で炊いて、この煮汁の水気を飛ばして、具材たちに絡めていきます。そうすると鶏の脂とかそういったのが乳化してとろみが出て全体に絡みやすくなってより味がつくと。おお、テリッテリや。こんな感じで鶏肉結構縮むんで、まあこの大根の薄切りにこう仕上げた時に合わすように結構厚めに切っておくと大きさが割と揃うっていう。で煮汁がある程度なくなったら火を止めて、ここに別ですりおろしておいた生姜の絞り汁、そんで後発体の残りのお味噌、これは風味付け用ですね。さらに風味付けの要素として醤油をちょびっとで、味噌が溶けて全体に馴染んだら仕上げに追いごま油を垂らして完成です。できました。こちら鶏肉の味噌ジンジャー煮込みになります。いやー、青色の全くないこの抹茶色な感じが自分にはたまらなくうまそうに見えるんですよね。ああ、生姜のいい匂いする。それではいただきます。うん、白飯泥棒が出たぞ。鶏から出たコク、そして味噌のまろやかさ、それを生姜がもうすごいこう引き締めてくれて、滋味あふれる感じなんですけどパンチもあるっていう、非常にねご飯と相性のいい味わいですよ。そんでピリッとした辛み必要かなと思って一味振りかけようかなと思ったんですけど、もう生姜の絞り汁加えてるんでその爽やかな辛みがあるんで自分はまあなくてもいいかなっていう。いや、やっぱりねこの濃厚な味付けするってなったらね生姜とかを効かせた方がうまい。まあ、このやり方で鶏肉じゃなくて下処理済ませた、もつ、そういったのをやればもつ煮込みとかそういったのできると思うんで、そんでね、まあ、本格的にごぼうとかこんにゃくとか加えてもいいと思うんで、ぜひとも皆さんこの臭みを消す方法を試してみてください。何の臭みもなくいただきます。